さあ、それではやっていきたいと思います。モンスターハンタークロス、今回は、ハンターランク4じゃないや、星村クエ星4つのクエスト最後だと思います。この将軍ギザミをめでたくて、俺はめでたくないをやっていきたいと思います。将軍ギザミの捕獲ですね。パープー、完璧なディティールを有する将軍ギザミが火山に出現したらしい。あの美しく長い鎌、体を支える強靭な足、愛おしい。おほん、あの将軍ギザミをめでたいじゃなくて生態を調査したいから、ぜひ捕らえてくれ。将軍ギザミ、将軍ギザミも懐かしいモンスターだな。まあ、これまでのクエストで何回かお目にはしたけど、しかし刺身魚があるってのはなんか珍しいな。お、現れたな、カマガニ将軍ギザミ。さあ、さっきイオスから毒もらっちゃったから毒ってるけど、現れたな将軍ギザミ。そんな巻貝背負っちゃって、こいつも、あ、それと今回エリアルスタイルを使用しております。ガララージャラが星4のクエストにいて、そいつ相手にちょっとエリアルスタイルを試してみようってことで、エリアルにしてから直すのを忘れて、このまんま、よし、順調。エリアルスタイルのハンマーだとね、ためさんがないからその辺は使いにくいけど、このいつでもジャンプ攻撃ができるっていう利点がやっぱりでかいですね。このゴロンしてから飛んでの当たらないっていう、この一連の流れをいつまでもやってる。ただ回避の隙がやっぱでかくなるんだな、やりにくい。ピョーンって、よいしょ、当たるって。その回避モーションの隙がそのまんま命取りだからな。走れー走れー、出てきた、入った。いかん、思いのほかダメージが痛い。で、目的は捕獲なんですが、捕獲用のアイテムを持ってくるのを忘れたので、待って、こいつ裂傷してくるのか。裂傷はあいつの特権だろ。まだ出てきてないけどさ、死んじゃうから、もう死んじゃうからね、そんなことだったら。お肉お肉、早食い、よし、自然回復力も上がる。よいしょ、どのぐらい殴って大丈夫なのか分かんないから、確実に足をずったタイミングで罠仕掛けるよ。1個しか持ってないから、トラップツール持ってないから。今回使っているこのグレートノバ、なんか変な音する。あぶね、あー、しかし将軍ギザミが裂傷攻撃持ってるか。まあ鎌だから、まあわからない話じゃないな。ピョーンって、まあ外すって、いって、そうそう、間違えてジャンプしたい、痛い。こうためさんがないっていうね。ああ、裂傷のなんかモーション通過アイコンっていうかエフェクトがどのくらい殴っていいか分かんないからすごい怖い。まだ殴って大丈夫かな。まあ、大丈夫だと思う。スピニングメテオ2。えええ
わせてくれよ。ちゃんと最後決めさせてくれよ。ちょっと回復したい。そろそろ死んじゃう。将軍ギザミ戦は何がいかんっていつの間にかダメージをたくさんもらってることが多々ある。セカンド G 以来の対決だけど、やっぱり今回のモンスターってセカンド G から来たやつが多いなーって。まだ見かけていないけどボルガノスとかいるっぽいしな。入ったー。回避の動きが、あ、疲れてらっしゃる。お疲れだね。よいしょ。怖い、あんま倒さない、倒したい。それ怖い。捕獲ミッション大体だけど、あ、でもあいつまだピンシャンしてる。もう一回トイレ行こう。捕獲の見極めとかつけとけばよかったか。あ、疲れてらっしゃるね。疲れてはいる、疲れてはいるけど、あー怖いな。殺さないって難しいんだよ。よし、殻壊した。殻壊れたからぼちぼちだと思うんだよな。壊滅切れたし、ちょっと様子見た。あ、待って、飛ばないで。ホットドリンク。もう罠仕掛けたいんだよな。罠仕掛けたい。もういいと思うんだ。回しずるだろ。おし、ずってるから、やめて、殴らないで。お前ら殴らないで。次のエリアで捕獲するから。もうよーし。水曜どうでしょうでございます。よしよしよし、いい場所、ほら、よーし、完璧。さあ、お、ベルナ村の村長、来た？緊急クエスト。ヤンガルルガが現れ暴れ回っている。ヤンガルルガか。なかなか大変な相手が来ちゃったよ。ヤンガルルガが緊急クエストか。ヤンガルルガも出世したね。しかし星41個増えたし。ああ、ギザミか。ヤンガルルガね、ちょっとだけ準備させて。よし、行くぞ。ヤンガルルガ。古代林に現れたヤンガルルガにより調査隊が退避を余儀なくされたと報告が入った。このままでは調査の続行は不可能だろう。ハンターだの可及的速やかにこのモンスターの狩猟を頼みたい。では行きましょう。黒キューズ。お、いた。コクロチョウ、ヤンガルルガ。でもヤンガルルガの割に夜のステージじゃないんだな。やっぱヤンガルルガでかいな。ちょっと待って、今多分ね、スカイプ音がすんげえ鳴ったと思う。ちょっと待って。はい、OK です。それではギャンガルルが再び行って。ギャンガルルがな、リオレウスじゃねえや、リオレイヤとヤンクックの足して2でかけたようなね、そんな強力なモンスター。弱点は水なので、セカンド G 自体はね、ホーリーセーバーとか使ってバサバサやってた時期もあったな。まだ俺が双剣とかを使っていた頃の話だ。よいしょ。おっ、あー、しかしヤンガルルガってこうやって改めて戦うとヤンクックなんぞ全然でかいんだよな。あぶね。いやー、距離感がどうすっかな。
ノリを試みるか。一回とりあえず殴れるときに殴って、怒った、よしよし、その動きの間は隙がでかいぞ。あぶね、そのね、ムーンサルトが怖いんだよ。おじさんハンマーだから尻尾切れないからさ。ノリアー飛んで、よし乗るぞ。ザクザク、あー待って、よいしょよいしょよいしょ、いける、よし、これでスタンも取るよ。1、2、3、あ当たってない、頭に当たってないよ。1、2、頭じゃないよしから、1、2、3でスピニングメテオの2、なんでそれは届いてない、よいしょよいしょ、あぶねえ、よし今のだいぶダメージ通ったはずだよ。いやー風圧、こいつの風圧な、防音もつけておかないと防げないからな。よいしょ、殴れ、今とにかく殴れ、2、3だ、よしよし、あいつは疲れてらっしゃる。ノリジャンプ攻撃したかった。今トイレ、エオトイレ持ちやすくして、よいしょ、ほら隙ができるだろ、そこよいしょ、あー外してる、ピョーンってダーンって、おお危ねよいしょ、危ないから、おおギリギリ、いや割と余裕だったのか知らないけど、いやーなんかどっか壊れた、ピョーンってしてドーンってして、ためジャンプ攻撃とかしたいな、乗ったエリアルちょっと楽だな、やっぱりいつでもジャンプ攻撃ができる分楽だわ。その分仮技は一つだけど、危な、よいしょ、背中壊した、これでやつはボロボロだ、ボロボロスだ、忘れてくれ、仮技スピニングメテオの2、よし、いいよいいよいいよ、やっちまえ、ここで倒しちゃえ、よーし、あと1分で村に戻ります。よーし、これはハンターとのヤンガルルガの城、よくぞ遂行してくれた。 OK、 お、ベルナチケットはありがたい、星5解放、なかなか難しいクエストも増えたんじゃないかな。やったよ、何ヤンガルルガからは名物、何も思いつかない、まあいいや、星5には何がいる、ヤンガルルガ、ハブルポッカ3頭とかめんどくさすぎるだろ、ガルルガ、ドドブラ、お、ラギアクルスだ、オレウスも来たね、あ、ガンキン、あ、めんどくさ連続狩猟系が いっぱい来たな。さてまたポチポチやっていきたいと思います。それではありがとうございました。しかしね、アマレコ湖の青枠を消し忘れていたとは、失敬だ、失格だ、失敬な、あ、いや失敬だな私だよ。ではありがとうございました。